本日はピアットライブにお越しくださいましてありがとうございます。会場前にお願いとお知らせがあります。ステージの照明効果のためにも装着型ライト類をお外しいただきますようお願いいたします。本日はシム軽減のためにも音の出るジェスチャーはご遠慮ください。できるだけレンダリングコストの低いファッションでお願いいたします。皆様のご理解とご協力に感謝いたします。またフリーのグッズや価値カードもありますのでぜひお持ち帰りください。Please take off your flashlights for the lighting effect of the stage. The second, please don't use sound gestures to reduce the shim load. And at last, please use low rendering cost fashion. Thank you for your support and cooperation.Free to take free piano goods and our lyric cards. Thank you.
皆様こんばんは、ピアットです。今日はライブに来てくれてありがとうございます。そしてそして今日はバレンタインデーライブ。今日のテーマはハート&フラワーです。最後まで楽しんでいってください。 Hello everybody, we are Piat. Thank you for coming to our live. Today's theme of our live is Heart and Flower. We hope you enjoy our live. Let us have a good time together. First our song's Piat debut song. It's a show time.
マジネーション形になるこの世界で目の前に溢れているから可能性たち欲張りだからみんな集めたいのすべて手を伸ばすのなくさないように数数えながら天下無敵のなでしこ常識は壊すものリアルの方程式そんなの意味ないもの喧嘩することあるけれど自然体オールオッケーそれがポイントって今日したくないありがとうございました。聴いていただきましたデビュー曲 Go Alive そして天下無敵のなでしこ、今日はバレンタインデーをテーマにお送りしております。なんか世界におけるバレンタインデーは日本とちょっと違って愛や感謝の気持ちを伝える日だと聞いています。花束とかカードを送るのが一般的みたいですね。でも皆さん知ってます？日本も今年から男性から女性に花束を贈ろうっていうフラワーバレンタインのキャンペーンが始まってるんですよ。ね、今日のライブはそんな日本の新しいバレンタインデーの形から私たちピアットから皆さんへ感謝の気持ちを込めてハート&フラワーをテーマにお送りすることにしたんです。In the world, Valentine's Day is a day when people exchange their love and gratitude to each other. I've heard that it's popular to give flowers and cards. Imitating the world custom, Flower Valentine's Day campaign started in Japan from this year. This campaignencourage men to give flowers to women. Imagine such a new style of Japanese Valentine's Day. We decided today's theme, heart and flower, and we put our heart of gratitude into today's Piat Live.そうです。最後まで楽しんでいってください。それでは次の曲聴いてください。胸の奥へ口で熱い思い
ありがとうございます。聞いていただきました、シャイニングハート。皆さん、ですね、もしよければステージの方へ、会場にいれる方に、はい、ちょっと近づいてきていただいていいですか。多分ダンスが遠く離れていると綺麗に見えないと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは次の曲は無限の賭けラです。はい、皆さん近づいてきてくれましたね。はい、ではよろしくお願いします。では無限のかけら聞いて、
ありがとうございました。Did you enjoy our show? はい、皆さんありがとうございます。いやいや。はい、今日はどなたが会場にお越しいただいてくれてますでしょうか。カメラ回すと落ちちゃうかな。あきひろさんありがとうございます。セモニーさん、ひでちゃん、りなさん、ここみさん、ひかるん。なつきさん、じゅんいちさん、あさおみさん、なんこさん、こうじゃさん、けんさん、うしーさん、ちょっと遠いので、さたこさん、りょうちゃん、ひとみさん、しおさん、ごめんなさい、ちょっと、これ以上カメラ回すとちょっと危なそうなので、はい、いい、皆さん、チャットに参加してください。はい、ピアットの2012年のライブは、バレンタインデーからのスタートです。はい。いかがでしたでしょうか。今ね、聴いていただいた曲は、ピアットのポピュラーなスタンダードナンバーを続けてお聴きいただきました。はい。では、せっかくなので、次からは、最近リリースされた曲とこれからリリースする曲を中心に聴いていただきたいと思います。実はですね、歌ってるんですけれども、リリースしてない曲がですね、私いっぱいありまして、実際ですね、歌を歌えればすごく幸せなんですよ。で、聴いてくれる人が幸せなんで、こうやってライブやってるとついうっかりね、のんびりしちゃってレコーディングまでたどり着くことができないんです。でも結構皆さんからね、あの曲ってどうなってるのって聞かれることが多いので、今年は少しずつ曲をねリリースしていけたらいいなと思ってますので、皆さん楽しみに待っていてください。 The flowing the latest songsAnd the songs we are going to release in the future. To tell the truth, there are many songs that we sang but not released yet. I'm happy where I'm singing, so I can't arrive at the time of recording. This year, I'm going to release step by step, so please look forward to it.そうなんです。楽しみにしていただいている方、もうここに会場にいる人はもう全員楽しみにしていると思って、私は信じていますからね。はい、はい、中継を見ていただいている皆さん、ユーストリームを見ている皆さんもぜひ楽しみに待っていてください。さて、楽器隊の準備はできたかな？もうちょっと？ティャン。はい、準備は良さそうですね。おっと、いけそうですか？Happening now. Please wait a few minutes. さあ、じゃあ会場の皆さんとね、お話ししましょう。この間に、実はですね、今回ピアットライブしてたんですって、今してます準備してた時にですね、実はいろんなハプニングが起こるわけですね。その中の一つに、今回タミちゃんが今日当日ダンスカードなくしました。ひゃー、
ていう。で最終的には復帰したんですけれども、危うく一曲減るところでした。そう、そうなんですよ。その一曲が何だったか皆さんちょっと楽しみにしててください。危うく、危うくですよ。その一曲、タメちゃん一番大事な曲だっけ。そうそうそうって。うん、そう、一番大事な曲をなくして、その一番大事の曲が今日危うくライブでやれないところでした。ええ、でもどうだろう、皆さんもね、結構セカンドライフの中だとそういったハプニングありません？ある日突然インベントリーから洋服消えたとか、髪の毛なくなったとか、スキンなくなったとか、ダンス全部消えたとか。あ、リカさん鋭い鋭い。そうです、楽しみにしててくださいね。あ、そうそう、貞子さん、リンネンのバグでですね、私3回ほどインベントリーの中身をね、3分の1ぐらい消されたことあるんですよね。結構ね、ピアットのダンスも多くロストしているので、いつもね泣きながらまたダンスショップを巡っています。そうなんですよ、リンネンね、よく私のクレジットカードの情報も全部消してもう一回入れ直してってメール来るしね、さすがリンネンクオリティって、だから楽しいセカンドライフっていうような感じなんですけれども。うん、やっぱりねセカンドライフってね、いろんなことが起こるから面白いと思います。うん、さて、はい、大丈夫ですよ皆さん、あのインベントリーがなくなってもまた集めればいいんです。さあ、それでは皆さん、ニューソング聴いていただきたいと思います。まずはいつも皆さんにお届けしているジェットフルーツ、そして新曲ラディオ Q、 2曲続けてお聴きください。さよなら昨日まで夢に溺れてた、赤い果実頬張る手で Change your bed、 強敵は空へどこまでも
ありがとうございました。聞いていただきました、ジェットフルーツ、そしてレディオ Q。 はい、レディオ Q はですね、私ちょっと気に入っているナンバーなんですよね。ちょっとノリノリな感じがいいので、こんなラジオ番組やったら毎週聞いちゃうじゃんっていう感じです。そしてやっぱりこうやってバンド形式でやってると秘密結社ジ・エイピンズを思い出すんですよね。初めて聞く人多いかな。あ、この曲いいですか。ありがとうございます。はい、すごいお気に入り曲なんで、ぜひぜひ皆さんのお気に入りナンバーに加えてください。ですね、エイピンズの話だった。エイピンズはね、秘密結社ジ・エイピンズ、実は私パートタイムシンバーをやっておりまして、
ピアットではね、見られないパフォーマンスをするとかしないとか、そう、秘密結社なんですよ、リナさん。そう、なんといってもね、秘密結社なんで、バンド活動は全部トップシークレットなんですね。もしどこかで見かけることがありましたら、ぜひ皆さん、その時は声援送ってください。よろしくお願いします。Whenever I perform as a band member, I always remember the secret society, the Eddies. You may not have heard that Olya is a part-time singer of the Eddies.As an Eddies live, you may watch the performance you've never seen at a Pietro live. Well, after all, it's a secret society, so its band activities are top secret. If you had the chance to meet, we appreciate your support and your shoutsOf encouragement. Thank you. はい。では続いて聴いていただきましょうか。こちらも新曲になりますが、実はエイピンズで歌ったことがあるのでとってもレアかもしれません。ではスマートボール、そして M78、2曲続けてお聴きください。
ありがとうございました。来ていただきました。いかがでしたか。はい、ただいまの曲スマートボール、そして M78、 先ほどねチャットで秋広さんが打ってました、光の国、その通りです。サブタイトルがあるんですけれども、光の国から私のためにっていう、ね、そうなんです。それではここでですねタミちゃんとリスちゃん、おえい、お色直しタイムです。皆さん拍手でお送りください。いってらっしゃい。というかおいいってなんだろうね。はい、いや皆さんね、ここまでちょっとね比較的早い曲をずっと聴いていただいたんですけれども、楽器曲最後のナンバーはちょっと静かな曲をお送りしようかなと思います。この曲もねリリースしてないですね、そういえば。はい、今年中にはリリースをしたいと思っている曲になるんですけれども、はい、それではラストはこの曲ね、スタンダードジャズナンバーになります。Fly me to the moon. Fly me to the moon. I let me break another star. Let me see what spring. Thank you.
ありがとうございます。聞いていただきました、 Fly me to the moon。 はい、ありがとうございます。 Thank you。 あ、さてここでですね、皆様に一つインフォメーションがあります。 Please everybody、Your streaming button, please on and off。 というわけで、ストリーミングのボタンを一回ポチリと押し直してください。はい、ございます。私もこの曲ね、大好きなんですよ。そう、これはですね、このベアローズの皆さんからリクエストをいただいた中の一曲になりまして、いやもう本当にね、たくさんのカバーのリクエストをいただくんですけれども、なかなかね、全ての曲を皆さんにカバーでお送りすることが難しいので、少しずつリクエストに応えていきたいなと思っております。まずはですね、だからこそのリリースしてない曲を順番にリリースしていこうという形になったんですけれども、そうなんです。だってね、カバーソングの方が自分のオリジナル曲よりも多くなっちゃうっていうのはね、やっぱりいけないかなって思ってるんです。なので自分のオリジナル曲ね、40曲オーバーほどあるんですけど、それをしっかり出して、その中でカバー曲がね、なんとなくちょっとしたあのスパイス的な要素で出していけたらいいかなって思っています。そして今日のこちらのライブなんですけれども、ハート&フラワーで行っています。日本のね、バレンタインデーってほら、最初に今年は、フラワーバレンタインデーのキャンペーンが始まってるって言ったじゃないですか。だいたい女性からね、男性へチョコレートで愛を伝える日になってるけれども、日本ならではのね、義理チョコとか友チョコとか自分チョコとかあるなと思った中で、このフラワーバレンタインのキャンペーン、私ねすごくいいなと思ったんですよ。はい、オリエは花束もらうの大好きです。あのね、それがですね、たとえ一輪の花であっても、その人のね、心がそのね、花にこもってるじゃないですか。だからライブとかでね、時々お花をいただくんですけれども、もうすっごい嬉しくって、家でなるべくその花が長いこと可愛く綺麗に咲いているように、一生懸命いろんな方法を使って1ヶ月ぐらいで持たせるようにね、頑張ってます。その時のね、みんなの気持ちがこもってるので、はい、お、せー、お、なんかね、皆さんもいろいろとバレンタインデーを今年送ると思いますけれども、ぜひで、お花を周りの女性に配ってあげてください。 In JapanValentine's Day is a day when women give chocolate to their sweetheart and confide their love. But there are some variations in Valentine's chocolate. For example, Giri Choco is a chocolate given to a male.From the sense of Japanese obligation. Tomochoko is a chocolate extended among female friends. And Jibunchoko is a chocolate to pamper herself. そうです。日本のバレンタインデーはちょっと世界とは違います。そう、アンド自分チョコ会社だと送別会みたいになっちゃうかも。さっきのお花の話ですね。
じゃあハート&フラワーピアットからの感謝の気持ちを込めて次からの企画は私たちのラブソングをお送りしたいと思います。それでは聞いてください。知った気づけばずっとあなた
My love forever.
Did you enjoy our show? 今日は皆さんありがとうございました。最後に今日のメンバーを紹介したいと思います。 We want to introduce our Sebastian on a yellow chocolate, our dancer Tammy on a blue chocolate, today's guest performer Desling.On a present box, Usat at Aki and Mao. And last, on a red chocolate, me, vocalist, Orie. 皆さんありがとうございました。次の曲が最後の曲です。聴いてください。やっぱりこんな風になりたい。ミュージックスター。
Dazzling the eye。ありがとうございました。皆さん今日は本当にありがとうございます。いかがでしたでしょうか。今週じゃない、今回のピアットライブ楽しんでいただけましたか。ありがとうございます。皆さん本当にありがとう。ふふたくさんのアンコールありがとうございます。すごい本当に皆さん今日はたくさん集まっていただいてありがとうございます。来週もあるというのにって言い間違いを拾わないでください。はい、たくさんのアンコールありがとうございます。じゃあ皆さんにもう少しだけ、はい、歌をプレゼントさせていただきたいと思います。 Thank you. Let's go together. ピアットはですね、今年の6月で5周年を迎えます。皆さんのおかげでライブを続けてこられました。では今からのアンコールは精一杯の皆様に感謝と愛を込めて送ります。In June, Piatto will make the 5th anniversary. Your continuous support makes us keep on performing our lives. Thank you. Next song is our present for you. I 覚えていますか。今あなたの声が聞こえる
ありがとうございました。みんなありがとう、みんなありがとう。 Thank you everybody、Thank you。 皆さんがですね、いつも応援してくれるから私たちは頑張れます。これからもね、また楽しい時を過ごしたいので、みんなよろしくお願いします。そして本日このライブの機会をくれましたベアローズ、そしてじゅんさん、スタッフの皆さん、本当にありがとうございます。そして素敵なステージを作ってくれたじゅんさん、またこのステージのエフェクトを作ってくださったパーティクルショップフェスティバー、本当にありがとうございます。小サムさん、またユーストリームの放送をしてくださっている梅こぼちゃさん、ありがとうございます。そして秋広さん、ひかるん、そして今日ゲストパフォーマーのリスちゃん、そしてあきちゃん、まおさん、そしてこの会場、そして中継を見ていただいている皆さん、ありがとうございました。 We dearlyAppreciate your continuous support. You encourage us all the time. We want to have a good time with you ever and forever. Jun-san and our staff, thank you very much. And audience, we thank you all too. The next song is Last. This song is made by Luna-san, created in Second Life.The word I want to tell you for the miracle of meeting you is this word. I'll give my best reasons to you to the world. Arigato. It's just a five-letter word in Japanese, but that's all I can tell. I think the last song that express our feelings of blessedみんな本当にありがとう。ラストさんはやっぱりこの曲聴いてください。 My Beautiful Life。
Thank you. Thank you, everybody. Please, thank you very much. Today was pretty good for us. Oh, amazing. Were we able to become your dish? Please remember, Piet. Let's have a good time again. Thank you. 皆さん、今日は本当にありがとうございました。本当にありがとう。また楽しい時を過ごしましょう。それではまたお会いできる日まで。